優しいお仕置きを休み、ご主人様は、石川金監督の日本映画。石川金にとって32年ぶりとなるピンク、映画作品。声をかけた高原秀和にとって、初のプロデュース作品。石川は32年ぶりのピンクというより、敵の OP 映画に、新人の気持ちで挑んだ作品としている。たわわな気持ちでの演技が評価された明美美優が、 劇場映画初ヒロイン役を務める。2020年4月24日、劇場公開予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大につき、公開延期。後に6月26日公開が発表された。劇中には、下赤塚駅が登場するなど、板橋区東部登場線周辺で撮影が行われている。千二十一年三月六日から、日本映画専門チャンネルで、 放送開始される。2021年5月、スターボードより DVD 発売。いつも、イライラしている、中年親父ヒロシ。現在は無職だが、頭の回転は、いい元エディートサラリーマン。騎士改正として、芥川賞作家を夢見るヒロシは、谷川淳一郎の影響を受け、周囲の人物に役柄を演じさせ、その体験をしたためる試みを行っていく。 彼女の弓には若い男を誘惑させ関係を持たせ、寝取られを実体験。本当に自分の元から去ってしまうのではないかと見もだいする状況に興奮する。こうして周囲との精神的な SM 関係が始まった。ありがとうございます。